ビジョン・ザ・富山さまざまな分野で活躍する人の素顔に迫りつつ富山への思い未来のビジョンを伺うコーナー「ビジョン・ザ・富山」今日のゲストは富山市在住のガラス作家庄司口力恵さんです。 優しく柔らかく心地よいをコンセプトにガラスのオブジェのほか、グイノミやグラスなど暮らしの中で使える素敵なガラス作品を生み出しておられます。小倉智さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私も小倉智さんの作品のファンで、うん、グイノミとかあとエトのシリーズあ,あはいありいます。毎年、はい、<laughs> あの。 うち江藤でいくつもいろんなものを必ず買うものを揃えてるんですけどそのうちの一つが庄司口さんの江っ、はい、あの毎年ね今年だったらタつでしたね,したねはい、はいはい、ということであのいつも使わせてもらっております、はい、ありがとうございますで改めてここで庄司口さんのプロフィールをご紹介いたします富山市生まれ専門学校でデザインを学ばれた後に富山ガラス造形研究所の造形科そして研究科を修了されて 2000年からは富山ガラス工房などに所属して制作活動を続け、そして2005年に独立されました。障子口やガラス工房を設立されました。これまで様々なガラス店や伝統工芸店などで入賞されていて、2016年にはレクサスニュータクミプロジェクト富山の匠に選ばれる、そして、 えー、いろんな雑誌にもね取り上げられてますよね「ディスカバー・ジャパン」「婦人画法」など、まあ、高級感のあるラグジュアリーな雑誌にも数多く掲載されている庄司さんのガラス作品ですあのラジオなのでお見せできないんですけど庄司さんの作品特徴はって聞かれるとどんなふうにお話ししてらっしゃるんですかえと基本的にあの色を使わずガラスの柔らかい動きだったり、まあ あの吹きガラスで作ったものに、えー、後ほど削って加工をして、えー、自分らしい形にしていくっていう感じで手仲居とかをすると透明か白か本当に色がない色気がないからです <laughs> あの削る作業がね障子口さんの作品にはまあ欠かせないと思うんですけどあれガラスを吹きガラスでいろんなものをこう作った後に削っていくとどんな効果というかどんな風になっていくんですか そうです、ね、あのー、その削ることで白くなるんですけど、はい、通常多くの作家はその白くするっていう作業をサンドブラストっていう砂を吹きつけるあの工程、はい、作業をして白くするんですけど、はい、あのそうするとまあ粒子が細かいのですごいうんマットな感じでそのまま終わるんですけど、はい、私はもう加工機でこう削って荒らすって感じですね。 <で>荒らす表面を荒らす感じそうするとちょっと繊維質な感じになって和紙っぽいというか、はい、ちょっと独特な雰囲気が出るのが好きで結構削って仕上げるものが多いですね、はい、確かにガラスっていうと硬、まあ、くて冷たいっていうイメージを私たち勝手に思うんですけど庄司、うん、口さんの作品って今和紙っておっしゃいましたけどなんか柔らかいこう風合いが見てると感じられるから。 そそれは削るところでうういあのどうしてもガラスって今おっしゃったように冷たいうん、うん、硬いとかあとやっぱり割れると危ないとか、はい、やっぱりちょっと無機質なイメージがあると思うんですけど吹きガラスで作ってると本当に動いて生き物のように動くので、うん、ガラスの熱い時はそうですよね,そ,すねそのなんか不思議な,なんか柔らかさとかそういうのをまあ冷たい状態で表現できたらっていうのもあって多分今の あの表現にたどり着いたとは思うんですけどもう自分では全然考えてなくていろいろ制作過程の中であ削ったらいいんじゃないかなみたいのが今のもう欠かせない技法になっていそ <laughs> そううでですすねねなん冒頭でご紹介しましたけどこの障子口さんの作品のコンセプト「優しく柔らかく心地よい」これ全部平仮名でね、はい、書かれてますけどこれはどんな思いで。 けられてるんですかうんとそのこれコンセプトを考えた時のこと、うん、ちょっとあんまくよくないですけど <laughs>、うん、でもやっぱりそのガラスの一般的なイメージをちょっと覆したいなっていう思いと、はい、私はその結構ガラスってこう艶があるとか、うん、綺麗とか透明とかっていうところに魅力を感じてらっしゃる方多いと思うんですけど、はい、私は全然そこらへん興味がない魅力をかん <laughs> あんまり感じないというか。うん なんかもっと違う自分らしい表現できたらなっていうところで,ああ、はい、でそこで思いついたのが今の「優しくやわらかく心地よい」っていう言葉だったんですけど、うんはいろいろ考えたらその言葉が自分の作風というか作りたいものにぴったりだなっていうことで、うんはい、言葉を選びました、ね、まさに「やわらかく」なんてガラスの本当にみんなが持つイメージとは逆な感じもするし「うんね、心地よい」っていうのはやっぱり使い手のことを考えてるって感じですか とそう。うんなんか判断基準として、うん、1>, こう1個作品できた時には気持ちいいな、はい、心地いいなっていうか、うん、なんか気持ちの着地点というか、うん、スッと飛びあの着地できたものは結構継続して作ることができるし、うん、やっぱなんか気持ちの中でモヤっとしたりとかすると、はい、まあ一時的に作るんですけどちょっとシューってちょっと置いてきぼりになって、うん。<laughs> うん、そのまま作らないのもありますしまたちょっと持ち出して改めて作ったりすることもありますし、はい、じゃあ作家の方作っている方が気持ちよくて、まあ、こう笑顔になるというかこういい感じになっているものはきっと私たちが受け取っても、うん、なんか同じ気持ちになれるのかもしれないですね,ですね、うん、やっぱり自分が楽しくないととか気持ちよくないとそれは人に伝えられないなっていうのもやっぱあるので、うん、そこら辺はなんかまず自分がっていうのは多分あるとは思いますはい。はい 吹きガラスで厚いその溶けたガラスを形作った後は削っていく作業があるっていうことですけどその工程の中で正直口さん自身がこう大事にしていらっしゃることって何かありますかと削るときにあのやっぱり吹きガラスで厚いガラスって手で触れられないじゃないですか私はもうなんか手で触れる仕事がしたかったんですよなのに何故かガラスで吹きガラスで選んじゃったんですけど、うん、でそうしていくうちにやっぱ加工であ手で触れられるっていうことで こううなんていうのかなエッジをちょっと目で見て、うん、あ綺麗に削れてるなと思っても、はい、指でやるとちょっと段があってあちょっとチップがあってかちょっと割れ飛んでるっていうのも確認できたりとか手触りで確認しながら作るっていうのがなんか自分の気持ちの中でしっくりくるというか、うん、だからさ多分そのものづくりにおいて自分が気持ちいいところに行ったらもう削ることになってたっていう感じですね。うんうんうん、はい じゃあ見た目目で視覚だけではなくて手を使って、はい、手でその作品をこう作り上げていく、まあ、熱くて本当は触れないんだけども出来上がったと削る中で手で触っているっていうのが庄司、うんはい、口さんらしいんですね。だからあのお客様も 昔あったのが全盲のお客様がこう手で触れて「はいうん、わあすごいあったかいね」って言ってくださったっていうのがあって、はい、私祖母が祖父母が全盲なんですけど、うん、やっぱりそういう姿を見てその手で生活するっていうのを見てたのもあって多分無意識にそういう環境にいた中でなんか手ってすごく大事だなっていうのは、うん、多分子供心に感じてて別に意識はしてないんですけど今に通じてると思います。<laughs> 手で触れることで感じられるもの、うん、まあ見えてる方にとってもまあ手で触れることでまたさらに魅力がねわ、うん、かるとかありますもんねもう一つあの私いつも気になっていたんですけど作品いろんなシリーズあってタイトルがね付けられてますけど、はい、全部ひらがなの三文字でそうですね <laughs> ほとんどそれですね例えばふくらとかあわいひとせはつり っていうこの3文字のひらがなで、えー、ラジオ聴きの皆さんホームページご覧になると分かるんですけどそれぞれのねこうシリーズでオブジェの時も器もありますけどこれどういうことなんですかこっていうのも3文字ってなんかリズムがいい気がしてて、はい、あと。 響響ききですね言葉の響き<ー>で基本的にあの私はそのタイトルでで全部を説明したくないんですよね見る方とかにそこの想像する余地を与えたいって言ったらあれなんですけどなんかそこから言葉から想像してあこの作品はこんな感じなのかなっていうのを感じていただけたらっていうのとうん、うん、展覧会とかするとそこからちょっとあの会話が生まれたりとか。はい あの基本的に私あんまりあのおしゃべり上手な方ではないのできっかけとしてなんかそういうのもあったらいいなっていうので<ー>、はい、つけててまますすすすね,ね<ー>、はい、説明しすぎないっていっうのはすごく考えます、うん、でもこの「淡い」とつけているこうシリーズを見ると。 なんとなく、その、あ、そうかなっていうこの三文字が。ひら、あの平仮名の三文字が持つ響きと、なんか作品がちゃんとリンクしてるって、まあ、それ。受け止めて、それぞれの感覚だと思うんですけど、それがとっても不思議な感じがしてて。ね、あの、面白いですよね。雲井とかもね、いいなと思って。だから、その雲井も、私が持ってる緩和辞典で、それは雲のイメージで作ったんですけど、雲で、こう。 漢字を調べたら雲に住居の居で雲いってあったんですよね雲のあるところって意味らしいんですけどでも漢字でつけてしまうともうイメージ固まってしまうじゃないですかでもひらがなにすることによってちょっと余地が生まれるというか想像する余地が生まれるのででなんか漢字だとカクカクッとする硬くなっちゃうはひらがなだとやっぱり柔らかさも出るのでなんとなくひらがな三文字がま他のもあるんですけど多いですよね プロフィールでもご紹介したんですが専門学校ではデザインを学ばれていて後にこのガラスの世界に入られた何かこれきっかけってあったんですか、はいえっと、もともと子どもの頃から家族でドライブに行って能登島のガラス工房で作業してる人を見るのが好きだったんですけ私作品よりも作業にしてる興味があって。 で高校時代にガラス造形研究所確かできたと思うんですけど、うん、私の高校からも全く進学が考えられないというか、はい、受験を考えられない状況だったんで、うん、それでもなんか美術系に進みたいなっていうことで、まあ、富山にあったデザインの専門学校に行ってグラフィックデザインを勉強してでその中で、まあ、先生にもなんか色彩感覚ないなって2人の先生に言われたりとかして <laughs> ちょっと自信をなくし、うん、で写真の授業があって。 で写真、まあ、撮影行くのも好きだったんですけどモノクロ写真を現像するのが大好きだったんですよ。あのふわって現像液ににつけた時に浮かび上がる、はいはい、で今思ったらその何もないとこから何かできるっていうのは今繋がるのかなと思うんですけど、うん、で写真の道に進もうかと思って一回お話伺いに行ったんですけどいやこれはちょっと違うなと、うん、スタジオ撮影したいわけでもないし、うん、現像が好きだし。で ふとあそういえば昔ガラス好きだったなっていうことでガラス工房に立ち寄って作業してる姿を見て、はい、あこれやりたいって思ったんですよ。<ー>でかなり行動力のない方なんですけどすぐ隣の,あの造形研究所に行って学校案内いただいて、うん 1>, でまあ、1年間試験のための勉強をして翌年まあなんとか受かって今 に至るんですけど、だから本当元々ガラスっていうのは興味があって、でも。まあ、私には無理って言ってたのが、うん、なんか、あ,あ、これだって思った瞬間があって。それがきっかけですね。<laughs> すごい行動力ですね、その時は。その時、じゃ本当に、これと思うと、パって動くんですけど、うん、そうじゃないともう,う、うじ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 して、全然動かないんですよね。うんうん、でも、実際に、これでね、職業として、このものづくりをやる。うん ことになってるわけけですけどこの決断というか自分振り返ってみてこの自分の仕事として選んだってことをどういうふうにもちろんすごいあのもう駄目なんじゃないかと思った時期もありましたけど今となってみればあ選んでよかったなと思いますいろんな方にも見ていただいて「はいいな」って言ってもらえたりとかそういう言葉でパワーいただけてますし続ける力にもなってます。はい、うんあの工房の名前は障子口屋 っていう,ふうに屋号の「や」がついてますけど、はい、これはもう独立しししたたららこれにしようっっううって思ゃったんですかそうです、ね、昔祖母に、あのー、私のご先祖様が南部藩で御用商人をやっていて、はい、でお殿様からその障子口やって屋号から「あじゃあ障子口」って名乗りなさいってなんか言ってもらったっていうのをちらっと聞いたんですよ。はい、なのでなんかあ自分でやる時は障子口やって勝手にもう決めてて。であと よくなんとかガラススタジオグラススタジオとかあるんですけど、はいはい、英語できないのにそんなのもなっていうのはあって <laughs> なんかまあ柔らかさを求めてるのに漢字の弧帽名で買ったいんですけど、はい、でもそういうなんかご先祖様のそういうなんか昔の,そのつながりを大事にしたいなっていうのもあって生じ口屋という野号にしましまたご先祖様もものづくりに携わっていたから、はい、それが今も続いている。 こともこれのこの言葉で、ねはい、現れれているのかもしれないですね、はいえー、そんな庄司口さんは実はあさって4月6日から21日まで富山ガラス工房で個展を開かれるということなんですが今回どんんなな個展になるんですかえと実は富山地元富山では、えー、10年ぶり久しぶりの個展になるんですけど、はい、かなり欲張りな展示で、うん、あれもこれもで、ね、<laughs> 器から、はい、オブジェから新しいものでいえばモビールとか。はい あとは照明ですね。本当に、あの盛りだくさんな展示になります。はい。照明まで。はい、じゃ、結構大きいものもあるってことですか。えとね、照明も割と、まあ、あのシェードもあったりとか、うんはい、あのテーブルスタンドとかもあるんですけど。そこまで大きいのは、あの作れないでないんですよ。<laughs> ちっちゃいのがわーって並ぶ感じですね。えー、はい。でも十年。 とということなので、はい、本当にこの10年の間いろんなお仕事してきたりいろんな思いが詰まっているこれまでいろんな出会いがあったって、ね、さっきおっしゃいましたけどこれからはどんなふうに取り組んでいきたいと思ってらっしゃいますかえーと まあ、とりあえずこれからっていうかもうと,りなんかとにかく続けるっていうことを大事にしていきたいなと思ってて、うんはい、でそれを大事にしていくとあの多分新しい発見もあったりとか新しい作品もできたりとかなんかうん新たに取り組みたいとか何か具体的にはないんですけど、うんはい、でもやっぱり根付いてこうちゃんとしっかり作品を作るために、まあ、今はちょっと富山市のガラス個人工房というところに入居して。はい 制作してるんですけれども、もまあ、腰を据えて仕事できるようにまあ、移転をしてしっかりとあの根付いて仕事していきたいなと思ってます。うん、まあ、富山はガラスのね。町ちづくりということで、教育機関から工房、そして美術館って力入れてますけど、まあ、全国からも注目されてる場所だし、うん、県外の人もね。来てますけど、正直さんはまさに富山の。 地元の方ですもんね。そうですね。レキアキャラです。うん、<laughs> レキアキャラだ。そうです。意外とね、いろんなところから来ているから、そういう意味では、はい、まあ富山でね、今続けていくことが多分大事だっていうね、お気持ちなんでしょうけど、ねはい、いや本当に柔らかいいい作品をまたたくさん生み出してもらえればいいなと思います。えー、今日もあの性格も。 柔らかいっていうか,なんか <laughs> どうでしょう <laughs> なんか本当にそのお気持ちが伝わってくるお話でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたビジョンジャ富山今日のゲストは富山市在住のガラス作家庄司口力恵さんでした